ここは、ここはタミコ美容室になっております。タミコ美容室、こんにちは。もうこちらお店始められてこの土地で何年ぐらい？うちはそうですね、母の代からだと、場所は違うんですけど、はい、もう60年近くにはなりますけどね、うん、あの地震の時はこうお店のものが壊れたりとかなかったですか？はい、店の中はちょっとシャンプー台がちょっとこう外れたりとかですね、あとこの辺ちょっとひびが入ったりはしてますけど。あ、本当ですね、はい、10日ぐらい休んだかな、10日後ぐらいからですね、うん、じゃあ4月中には、はいはい、始めました、はいはい、あのお客様どういったお話とかされますか？その地震のことがやっぱり多いですね、うん、そうですね、ほぼほぼみんなの体験談を、まあね、いろいろあちこちの情報は入ってきますね、お客さんからね、なんか印象に残っているお話とかありますか？やっぱりアドガセカッチの方の、そのね、もう住めなくなった方とかも、息子さん大阪の方にも引っ越していくっていう最後に来られた、方とかはちょっとね、何ともこう言いようがないですね、まあ、かわいそうだなと、あのせっかくですのでお店の PR お願いします。まあ、細々とやっておりますのでよろしくお願いします、はい、あのウェブ TV アソといいまして、はい、アソ氏が委託するあのインターネット放送局。なるほど、はい、今日はどちらから？香川県です。香川県、はい、今日来られたんですか？今日来ました、はい、あの目的というか今ちょっとお話あのいやいや、アソでお金を使いに来ました。あ、そうなんです。ありがとうございます。ぜひですね、いろいろ香川県四国をはじめ皆さんからですね、いろいろたくさん支援物資いただいて、その取りまとめ、四国の取りまとめの方をお願いしてた方でして。いやいや、とんでもない。でも地震発生後からいろいろやり取りをして、はいはい、足を何度も、いやいや、あの来たのは初めてです。どうですか、あの地震発生後初めて阿蘇を見られて。いや、もう実は思ってたほど傷んでるわけじゃないんだなと思いながら来たんですけど、はい、まあ、とにかくあのお客さん来ないと一番辛いんだろうなと思ってて、はい、そういうのがあったんで、まあ、ぜひ自分たちが一回行ってみて、で大丈夫なんだろうなって思うところ。絶妙のタイミングでシリが喋るよりね、きっとナビをナビを入れてたり、はい、どこか行く途中でお呼び止めしてすいませんでした、ありがとうございました。あ、こんにちは。はい、はい、あの今うちの牧商店街ですね、はい、あの元気な様子をお伝えして回ってるんですが、あのお店の方は被害は？そうですね、少なかずともやっぱり被害がありましたけども、まずはもう早くですね、商店街を再開したいというところで、もうすぐ、はい、片付けようとしてですね、再開した感じですね、はい、あの近くではね、炊き出しとか支援物資の配給とかもありましたが、はい、やはりそういった活動も？そうですね、すぐもう活動を行いましたので、はい、もういろんな方にですね、喜ばれたので、それはもう良かったなと思ってます、はい。あの以前の水害の時もですね、かなり被害を受けて、ここの商店街は、でその時もいろんな活動をされてたと思うんですが、やっぱり今回何が一番苦しいというか、1ヶ月経って振り返っていかがですか？やっぱり一番苦しいのはやっぱりその日常に戻すまでが前回よりもですね、ちょっと時間がかかるということですかね。やっぱりその、まあ、観光客の方がですね、なかなか国道もですね、まあ、通られないので減っていることとかっていうところがやっぱり一番こうあの大変なことですかね、はい。お店再開されてやっぱり地元の方とか常連さんとかいらっしゃったと思うんですが、あのどんな声が届いてますか？一番嬉しかったのは、一番最初に来た方がですね、山鹿とかですね、よその方から来ていただいて、その阿蘇に、お金を落とすと、経済効果を生むということが一番の復興だといった形で、あの阿蘇外から来てくれた人が来た時がやっぱり嬉しかったですね。でその後続々とまた地元の方も来てくれたので、やっぱりその今国道が塞がっているので、やっぱり内需の拡大というか、阿蘇の人は今阿蘇でですね、お金を落として経済を回していかないととても耐えられないような状態になっていると思うので、ぜひともですね、まあうちの気象店街でですね、ご利用していただければというふうな形では思います、はい、ありがとうございます、はい、すいません、お邪魔しました、はいはい。